キャメロンエリアレディッシュはアメリカ合衆国ペンシルベニア州のリスタウン出身のバスケットボール選手。ポジションはスモールフォワードまたはシューティングガード。身長203センチメートル。登録名はキャムレディッシュ。デューク大学に1年間在籍しザイオン・ウィリアムソン、RJ バレットらと共に活躍した。2019年の NBA ドラフトへの アーリーエントリーを表明した。ドラフト一巡目全体10位でアトランタホークスに指名されて入団した。ホークス8位指名のジャクソン・ヘイズはニューオーリンズ・ペリカンズへトレードされた。1年目の2019から20シーズン、2019年10月24日のデトロイト・ピストンズとの開幕戦でデビューし、1得点、7リバウンド1アシスト1スティールを記録し117。 対100で勝利した。2020年3月6日のワシントンウィザーズ戦で自己最多の28得点を記録した。このシーズンはデアンドレハンターの控えやケビン・ハーターとのポジション争いで58試合に平均26.7分の出場で10.5得点3.7リバウンド1.5アシスト1.1スティール0.5ブロックなどを記録した。出場なし。ありがとうございます。